見ていただきありがとうございます。柚子胡椒研究家のあおさんです。今回は赤柚子胡椒を使った辛味チキンをご紹介いたしました。まあ、辛味チキンとは某ファミレスの人気メニューですね。私も大好きです。まあ、それをまあちょっと少ない材料で自作してみました。柚子の香りがとても良くてとても美味しいです。それでまあ今回使った柚子胡椒はこちらですね。カルディで販売されていますモヘジ赤柚子胡椒です。こちらは商品はですね、お手軽に買える赤柚子胡椒の中でもダントツでおすすめの商品です。と言いますのもコスパもいい、 100g 入って300g、400円しないです。あと柚子の香りがとってもいいです。こんな感じです。あと使いやすいですね。こちらで赤柚子胡椒、青柚子胡椒って何が違うのかっていうところですね。実は青柚子胡椒を加熱すると唐辛子の辛みと柚子の香りが結構飛んでしまうんですね。だから最後にもう手早く炒めたりとか合わせたりとかっていうやり方をしないと辛みも香りも損なってしまうんですけれども、こちらの赤柚子胡椒は炒めるたり加熱することで柚子の香りと唐辛子の香りがどんどん引き立ってきますね。すいません、唐辛子の辛みでした。炒め物にはとってもこっちの方が多い向いてますね。はい、動画を気に入ってくださったらチャンネル登録、いいね、高評価いただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。それでは。